はい。先ほど行われました男子 1600m リレーのプラス進出チームをご紹介いたします。進出チームは2組目4レーンの松本大学、記録は3分21秒52。そして1組目6レーンの東北大学、記録は3分25秒31です。以上2チームがプラス進出で決勝進出となります。スクリーンには決勝のスタートリストが出ております。ご確認ください。最初の1周は96秒。女子先頭は岡山大学の竹中さん。まもなく400メートルにかかります。400メートルは2分03秒。先頭まもなく800メートル通過。この間の1周は101秒。この間の1周は101秒。
3200m が16分19秒。すごい引き連れてるみたいな。女子の先頭はグリーンザニホ北海道大学の竹中さん3600m は18分19秒の1周が2分ちょっと。さあ男性先頭の和田くん、まもなく 4800m ですが、この間の1周は1分41秒。女子の先頭、北海道大学の竹中さん、4000m を通過いたしました。男子先頭の和田くん、5200m 通過、この間の1周は1分42秒。女子の先頭は依然として北海道大学の竹中さん、4400m 22分21秒、この1周が2分ちょうど。
ールの人。大丈夫。